私映画に出るのが初めてだったので、映画監督さんっていうのがどんな雰囲気なのかっていうのがすごい怖いイメージがあったので、ちょっと緊張してたんですけれども、なんかオーディションの時も今の撮影の時でもすごい優しく接してくれる方で、周りのスタッフにもなんか優しく接してるし、なんだろう、私たち俳優にもなんかいい感じですってよく言ってくださるので、すごくやりやすいですね。人が本当に次々と死んでいくっていうのはすごい正直何なんだろうって思ってしまったんですけども、なんかその中にもすごいリアルな会話があって、ちょっとシュールな会話が多くて面白いなって思いましたね。なんか香りはなんか全然私とかけ離れてるような気がしていなくて、違うところは妊娠してるかしてないかぐらいだと思っていて、香りそうですね、すごいバカな人だなって思いますね。私だけじゃなくて本当に周りの人もバカだらけで、すごくやってて面白いですね。